北部担当国務大臣は、グレートブリテン王国に設けられていた内閣の役職である。北部省を管轄していたが、1782年に内務省に関され廃止された。1707年の合同法施行前、国務大臣の責務はイングランド政府に果たされており、スコットランドを含むグレートブリテン全域を覆っているわけではなかった。スコットランドとの連合王国成立後も、 空席を挟んではいたが1746年までスコットランド大臣が役職として置かれていた。もともと北部担当国務大臣も南部担当国務大臣も権限ではなく地理的要素によって分けられていた。なお、北部担当国務大臣の方が後に設置された役職である。北部担当国務大臣は北欧のプロテスタント諸国との外交を担っており、 南部担当国務大臣はヨーロッパのカトリック及びイスラーム諸国と関係を持っていた。1782年に北部省が内務省に南部省が外務省に移管された。18世紀貴族階級の人物が北部担当国務大臣についていた場合はしばしば貴族院院内総務も兼任していた。一家1660年から1782年。 リストオブアポイントメン n ブリティッシュヒストリーオンライン w w w b r i t i s h h i s t o r y o r a c u k、e e、o r i g i n a l l i p u b l i s h e d b y u n i v e r s i t y o f l o n d o n ロンドン o 1973 2017年3月12日閲覧 ありがとうございます。